いや、そうっすね、やっぱ若い選手っすよ、いい選手、そういうのを見る機会なかったので、近くで見て、いや、負けてらんないなって思いました。久保選手はそういう同期をどんな目がいてたんですか？まっちゃんです。まっちゃん、そうっすね、12年付き合ってたんで、どうなんすか、まあ、あんまり変わってないですか、はい、プライベートでもご飯に行かれたりとか、やり取りされたりするんですか？よく行きますね。じゃあ、なんか結構いつも、のんびりしてるんですけど、試合終わって、みんなでご飯食べてる時ぐらいに、2人で行くことになるので、のんびり。のんびりコンビなんですね。2人のこう、本当に時間に行くと、ルーズではないですよ。試合の間に変わってきたら、試合ご飯、試合終わってご飯食べに行こうっていうやつにするじゃないですか。部屋行ったらまだシャワー浴びてませんって、それぐらいびっくりなんですよ。嘘でしょって思うんですよ。シャワーも浴びずに何をされてるんですか？まあ、反省をね、反省してますね。野球のことなんで。嘘っすね。そんなことあるちゃんは、今チャキチャキと動いたりとか、はい、イメージありますね。そうですね。よりは、はい、シャキシャキ。まっちゃんは本当に打席の時は俊敏なイメージですけど、私生活になると歩くのも本当にゾウみたいにこんなにしたらですから、もうちょっと早く一緒に歩いてくれ。そんなにゆっくりですか？今ここ歩いてくる時もやっぱり一人だけちょっとワンテンポ遅れてましたね。あちょっとボードにのカスカさんが上がったんですね。あんまり急ぐの好きじゃないか。受けたっていうふうに言ってますし、自分の
小久保選手、松山選手、安達選手に大きな拍手を送りください。水分補給、そして帽子をかぶるなどですね。